皆さんこんにちは、 K 大阪です。今回の動画は11月に J リーグ入団内定が決まった全選手をご紹介します。これまでと同様、このチャンネルでは高大連のサッカーを取り扱っているので、 J ユース選手もしくは J ユース出身選手はご紹介しませんので、ご了承ください。それでは行きましょう。梅田陸選手、ベガルタ仙台入団内定、11月2日発表。経歴、大阪学院大附属高校から大阪学院大学。炎拓人選手、福島ユナイテッド入団内定、11月2日発表。経歴、FC レボーナから佐賀東高校。上野明人選手、FC 岐阜入団内定、11月2日発表。経歴、市立尼崎高校から大阪経済大学。ジョジョカンタ選手、福島ユナイテッド入団内定、11月4日発表。経歴、市立船橋高校から産業能率大学。西山匠選手、SC 相模原入団内定、11月8日発表。経歴、作陽高校から東海大学。楠木大輝選手、東京ヴェルディ入団内定、11月9日発表。経歴、桐生第一高校から桐蔭横浜大学。鏑木瑞樹選手、いわき FC 入団内定、11月16日発表。経歴、前橋育英高校から拓殖大学。川村匠選手、いわき FC 入団内定、11月16日発表。経歴、尚志高校から大阪体育大学。小堺新選手、大分トリニータ入団内定、11月18日発表。経歴、草津東高校から中京大学。岡田大和選手、コンサドーレ札幌入団内定、11月29日発表。経歴、米子北高校から福岡大学。桜井風雅選手、津永源金沢入団内定、11月29日発表。経歴、日大藤沢高校から明治大学。ということで今回は、11月に J リーグ内定が決まった全選手をご紹介しました。毎月内定が決まった選手をご紹介するので、来月以降もご覧ください。チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。インスタのフォローもお願いします。